はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボディ代表のミニッシュです。はい、本日もね、残念ながら翔太くんちょっといないんですけども、一人で動画撮っていきますのでよろしくお願いいたします。今日はちょっとね、いつもと違ってちょっといつもの、ね、いつもあの仕事の出張の行きしなに撮ってるんですけども、今日はあの帰りしなにちょっと撮ってますので、ちょっと周り暗くて、ちょっとね暗黒な感じで申し訳ないんですけども、この状況になってきますのでご了承ください。はい、で早速なんですけども、今日の動画のテーマはジムを開業したことによって発生したデメリットについてお話をしていきたいと思います。皆さんもね、この動画見た方は多分将来ジム出したいなとかね、思ってる方多いと思いますけど、多いと思うんですけども、まあ、私もね、もちろんその一人で、いました。で、長年ねジム出したいと思ってて3年前、やっと出したという状況でした。でもちろんねジム出した時にはもう夢と希望ですよね。もう将来ね自分の好きなこと、好きなトレーニングを教えるぞということを考えてて、でいろんな人に筋トレ伝えていくんだという自分の使命感とともにね燃えていたんですけどね。でもちろんその思いは今も変わらないですけども、やっぱその時やけどね、ぶっちゃけあのいいこと、楽しいことしか考えてなかったです。まあ当たり前っていうか、まあ、みんな大体そんなもんなんですよね。やっぱり新しいことを始める時って悪いことで考えないですよね。ですんで、まあ、夢と希望で楽しいことばっかし考えて開業したんですけども、やっぱね、いざ蓋を開けて、ジムを経営するとなった時にやはりね、いろんな大変なことが、次が次へと出てきました。あとね、自分の思い通りいかないこともたくさん出てきました。まあ、今回はね、そんな、僕が3年目に感じた、こういったデメリットを、3つ、ご紹介したいと思います。はい、まずね、その一つ目なんですけども、一つ目は、働く時間がフリーの時よりも増えたということなんですよね。で、これどういうことかというと、まあもちろんね、フリーの時も僕いろんな活動しましたんで、結構自分の中でもね、長い時間仕事してるなとは感じたんですけども、逆にね、ジム開業したらもっとこの時間が移動時間とかなくなるから減るだろうということで、自分の時間が余裕できるかなと思って開業したんですけども、もうそれが逆に、仕事する時間が以前より増えてしまったというわけなんですね。じゃあこれなんでかというと、まあ、冷静に考えたんですけども、まずね、フリーの時っていうのは、まあ、基本的には自分のセッションだけやってればいいわけですよね。セッションね、僕の場合スポーツクラブさんと契約してましたので、スポーツクラブさんに行ってセッションやって帰るというだけのことだったんですよね。で、ただその時にね、入金処理とかねもしなくていいし、ね、そういう計算もしなくていいし、で集客もしなくていいしとね、というのを全部ね、言って全部スポーツクラブさんがやってくれてたわけですよね。で、これが自分でジム開業したら、まあ、当たり前ですけども、全部こういうことを全部自分でしなくちゃいけないというふうになるわけですよね。まあ、さっき言った集客もそうです。で、集客といっても、例えばいろんなね、チラシも作らなあかん、デザイン考えなあかん、文言考えなあかんとかね、あとはそういう集客のために SNS もしなくちゃいけない、ね、Twitter、Facebook、YouTube、Instagram、まあ、最近 TikTok も始めたんですけども、まあ、様々なこともしなくちゃいけないと。いうことやったら本当ね、時間なんて全然なくなっちゃうんですよね。でそれプラスね、いろんなデータ管理だとか、施設のデータ管理ですよね。お客さんのデータ管理だとか、施設管理ですよね。備品のチェックとか掃除もしなくちゃいけないし、細かなこといっぱいしなくちゃいけないと。まあ、そんなこんなのね、いわゆるバックオフィスっていうやつですね。バックオフィスの作業がもう格段に増えたという状況なんですよね。まあ、ですんでね、やはりそんだけの時間作ろうと思ったらなかなか大変なわけですよね。ですんで、結局僕の場合に関しては、現時点ではフリーの時よりも仕事時間が増えているという状況になっております。まあ、これはね、たまたま僕の、ただ容量が悪いのか、ね、ということもありますから、一概には言えないと思うんですけども、やはりね、そんだけの時間取られるなということは感じております。ですんで、デメリットの一つ目は、働く時間が純粋に増えたということになっております。で2番目なんですけども、2番目は想像以上に出費が多くなったということなんですよね。まあ、これ何かというと、まず施設の管理ですよね。備品であるとか消耗品とかっていう、まあ、そういうのはめちゃめちゃお金かかるんですよね。まあ、あとはね、家賃とかもそうですし、あとは光熱費、まあ、うちは電気代ですよね。空調ですよね。
もう今年の夏も暑かったんで、ガンクーラーガンガンかけてたらめちゃめちゃお金かかるんですよね、ああいうのもね。まあ、そんなんもありますし、まあ、あと細々としたね、消耗費もたくさんありますし、そういった意味で1ヶ月に出ていくお金がめちゃめちゃ増えたんですよね。だからこういうことを考えてもやっぱね、施設借りてセッションした方が多分利益率はいいんやろうなっていうのを思いますよ。うん、これ結構ね言ってる方多いと思うんですけども、ね、よくね事務側に何十パー取られてどうブーブーブーとかって話もありますけども、けどその経費とかね、その使用量を考えたらまあそんなもんだなっていうのは、あの経営者だったら分かりますね。うん、妥当なとこなんだなってことがもらう割合に関してはね。ですので、やっぱり想像以上に施設がお金払ってんだよ、施設がお金出してんだよってことが、改めて分かると思いますので、まあ、これも今僕も実感してます、自分ね、経営者になって実感してますので、本当ね、自分が思っていた以上にお金出費出てくるし、思った以上にお金が残んないなということになってきますので、まあ、これはね、まあ、僕のまだ経営方針とかお金の管理が良くないのかもしれませんけどね、これも想像以外でしたね、想像できなかったことなんですけども、お金が意外と出費が増えてると。いうことになってきております。で最後デメリット3番目なんですけども、デメリット3番目は自分のトレーニングの時間がなくなってきたということですね。まあ今まで言ってきた、ね、デメリット1つ目2つ目につながっていくんですけども、やはりねこれらのデメリット 1,2 の対応してると本当ね1日なんてもう秒で終わりますよ。秒で上もう終わりみたいな感じで、あっという間にね朝ね始まってもう晩24時まであっという間に終わってしまうということが結構多いんでね、まあ、そんなことしてるとやっぱね自分の取りの時間が全く取れなくなっちゃうんですよね。まあだからこれは僕の時間の使い方が下手っていうのもあるとは思うんですけどね、まあ、けどねまだやっぱそういうねトレーニングの優先順位がどんどん下がってしまってる。やはり今の僕の優先順位はやっぱり経営をしっかりするというか優先順位一番なんですよね。でそれはもちろんなんでかというと、僕だけ与えてるジムやったら別にそんなことをね考えずに自分の筋トレやったらいいんですけどね、けど現在契約トレーナーさんにも来ていただいているという状況なんで自分だけの話じゃなくなってきてるんですよね。やっぱり、ね、ちゃんと自分が経営することによって契約トレーナーさんたちが気持ちよく仕事ができるようにしなくちゃいけないし、契約トレーナーさんたちの仕事の環境を守らなくちゃいけないというのも僕のね一つの仕事になってますので、そういった意味ではねやっぱり優先順位が自分のことやろうと思うことがどんどん下がっていってしまうというのはやっぱどうしても出ちゃうんですよね。ですので、まあ、まず優先順位がどんどん下がっていった結果自分のトレーニングができなくなってきているというのが一つ悩みの種でもありますよね。まあ、フリーの時はね、フリーのトレーナーの時はセッションが忙しくて時間なかったんですけども、けどちゃんと自分の筋トレにする時間あったんで、まあ、週4ぐらいはできてましたもんね、トレーニングとしては。まあ、それが今ね、週1回、まあ、多くて2回っていう状況になっちゃってるので、まあ、これはもちろん良くないですよね。やはりね、筋トレちゃんと自分でプロとしてやっとくべきですし、これやっぱりやらないとね、自分も進化していけないので、やはりね、ちゃんと自分の時間を作って今後は筋トレの頻度をもっと増やしていこうという努力は引き続きやっていこうかなというふうに思っております。これもねもっと自分の会社の組織とかね大きくなってて任せられる人材とかね自分がやらなくてもいい仕事は振っていけるような環境を作っていくのがやっぱ先決だと思うんでね。じゃないと時間って本当に純粋に開かないですからね、うん、無理なんで物理的に、うん、だからそこは僕のやっぱもうちょっと経営者として勉強しなあかんなっていうところになってきますので改めて頑張ってやっていこうと思っております。はい、こんな感じの3つですね。1つ目が働く時間がフリーの時より長くなった。で2番目は想像以上に出費が多くなった。で3番目が自分のトレーニングする時間がなくなってきたという一応デメリット3つが今回の話になってきます。まあ、もちろんね今日デメリットの話しましたけどもこれからね、ジム開業を考えている方は、もちろんね、メリットもいっぱいありますよ。開業してよかったなと思うこともたくさんもちろんありますので、まあ、今回デメリットが、ね、聞いてやめとこうかなとは思わないでほしいんですよね。デメリットも含めて、ジムの経営ってこういうもんだよってことは知ってほしいなと思ってますので、ぜひともね、そこは参考にしていただきまして、そういう困難もね、皆さんも乗り越えていってほしいなということは常に思ってますので、これから開業を考えている方は、ぜひともね、頑張ってほしいなというふうに思っております。で、これも毎回言ってますけども、もしね、事務開業とか事務経営のことで、なんかお悩みとか、相談事がある方は、まあ、僕のね、3年のまだ経験しかないですけども、話せることをお話しますので、もしよかったらまた、各種下の概要欄に僕の、SNS のリンク貼ってますので、まあ、どのね、先生の結構なんで、ダイレクトメッセージ送っていただければ、
できる範囲のアドバイスは無料でさせていただきますので、よかったら連絡送ってみてください。一人悩まずね、相談する相手いなかったら、一人悩まずにどんどん僕に相談してください。僕もね、いろんな方に相談乗ってもらって、いろんなことうまくいくようになったんで、やっぱね、そういうことはどんどん僕もどんどん次の方に伝えていこうという気持ちでありますので、いろんな方よかったら連絡ください。はい、今日はこんな感じで終わりますので、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。